ピーマン様です。皆さん覚えてますか？ピーマル様がずっと前に霊に取り憑かれているという動画を上げたことがありますよね。その話なんですけど、またね、最近その霊が見える友達に会ったんですよ。あんまり会いたくないですけど、怖いからいやね、その子はね、めちゃめちゃ面白い子なんですけど、ちょっとちらつくんですよね。わあ、この人幽霊見えるんだっけな、そういやみたいな感じでちょっと怖いんですよ。その子にまた会うことがありまして、ちょっとね、聞かなきゃいいのに言ってしまったんですよ。ねえねえ、そういえばピーちゃんついてるってからですね、その子が、前の男の人はいなくなった、今ついてるのはなんか女の人がめちゃめちゃピーちゃんの体に寄りかかってるって。なるほどなるほど。ってことはですよ、今こういう感じですよねって。は、普通に嫌なんですけど。携帯見てる時もさ、こういうことですよねって。は、普通に嫌なんですけど。風呂入ってる時もこういうことですよねって。普通に邪魔なんですけど。でもね、なんか取り付いてる霊は全然害のないって言ってるんですけど、友達は。でも普通に考えて普通に嫌なんですけど。トイレする時もこんな感じなんです。普通に嫌なんですけど。家賃払ってほしいんですけど。普通に住んでんじゃねえし。